西広正紀6月24日から1995年12月4日は日本の元防衛官僚。防衛事務次官、防衛庁防衛局長、山口県警察本部長、平和安全保障研究所理事長を歴任。愛称はミスター防衛長。父は内務官僚で感染宮崎県知事7月1日から1944年8月1日。 や朝鮮総督府刑務局長を歴任した西広忠夫。都の城中学、新生大手前高校を経て、1956年東京大学文学部国史学科卒業。同年、防衛庁入庁。ミスター防衛庁と呼称され、ハエ抜き組初の事務次官就任者。退官後も防衛庁ハエ抜き組の、 東大出身者のみを構成員とした西広学校が知られている。大倉、警察、通産、構成など各省庁出向者らが水曜ポストを握っていた防衛庁内で生え抜き組の人材育成に努めた。1976年防衛課長として防衛計画の対抗の原案を作成。基盤的防衛力構想の命名者でもある。 彼個人の自衛隊に関する評価は決して高いものではなく、元一党陸草の西村茂げは、実著で自衛隊は大した力じゃない。だいたい、日本みたいな細長い国は戦ったら守りきれない。相手はどこでも狙えるからね。では、自衛隊の存在意義は何かというと、自分で守るんだという決意と意欲を、敵に対しても同盟国に対しても示すためです。 とにかくアメリカの戦略核を中心とする抑止力に意味があるのであって、自衛隊が具体的にどう戦うかなんていうのは考えても仕方がないですよ。という西広の発言を取り上げ、防衛庁事務方の最高責任者として手をついて、謝ってもらいたいところだ。と強く批判している。防衛戦略とは何か、西村茂げ PHP 新書 P160。ありがとうございます。